はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。本日崩壊スターレイルバージョン 2.6 の情報が一気に公開されました。新たな激アタッカーが追加されたり、待ちに待った神復刻が開催されたり、さらにまさかのシステム変更があったりと情報盛りだくさんです。では特に熱い部分をまとめてみていきましょう。では早速ガチャ内容から紹介していきます。バージョン 2.6 前半第1期ガチャでは新キャラクターランハが登場します。そしてもちろんランハのモチーフ公演水も同時実装です。かなり面白い戦闘スタイルとなっていますので後で紹介していきます。そして前半ガチャのもう片方は炭鉱陰月の復刻となりますね。さらに前半ガチャには新しい星4公演水夢のモンタージュが登場します。北条の公演水ということで予想がつきませんね、撃破系はすでにあるのでどういった能力になるでしょうか。で後半ガチャですよ、第2期ではまず黄泉復刻来ました。まあ黄泉はね僕もずっと使ってますし、秘技がとにかく便利、さらに最近昇級で強化もあったということで大注目です。モチーフ公演水への依存度が高いキャラクターなんですが、星4の中に相性のいい終わりなき舞踏が入っているので結構回しやすいガチャになっているかなと思います。そしてもう片方ではアベンチュリン復刻、これやばいね。ヨミもアベンチュにも欲しい方多いと思いますし、アベンチュには特に追加攻撃キャラクターがバンバン登場したことでどん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 評価上がってますから、もともと強いんですけどね、耐久枠としても最上位だし、これはね引きたい方多いと思います。さらにモチーフ公演数を引くことで味方全体の火力を上げたり、ヨミパでの適性も上げるってこともできますので、アベンチュに持ってる方も公演数追加狙いに行くというのもいいと思います。はい、続いては新キャラクター情報。知恵の運命を歩む虚数属性の限定星5キャラクターランハ実装です。また面白いキャラ来ましたね。性能も見ていくんですが、まずこのエフェクトとかデザインとかが奇抜で見ていて飽きません。また巡回レンジャーということでやはりクセモノ、世の中のことを全て忍法に結びつけるという、キャラクターとなっております。では性能部分、まずは秘技なんですが、もうご覧いただいた通り、スプラッシュ状態に入り高速で移動できるという能力になっております。秘匠に続く高速移動系ですね。ただ秘匠がねあまりにも便利で多彩だからちょっとどうなるか心配ではありますね。一応このランハの、スプラッシュ状態で戦闘を仕掛けると敵の弱点に関係なく人生を削ることが可能です。続いて戦闘スキル、知恵キャラクターらしく敵全体に虚数属性ダメージを与えてくれます。これ自体は特徴そんなないんですが、必殺技が重要です。忍道極、これ愛してるなんでしょうか。はい、こちらを使用すると非常にかっこいい演出からなんと一人称視点に入ります。 RPG でまさかの FPS 視点、面白すぎる。でこれ見たところ3段階攻撃が可能なようで、1段2段目では虚数の拡散攻撃なんですが、3段目は全体攻撃となっています。さらにこの状態だと弱点撃破効率がアップし、敵の弱点に関係なく人生を削れるようになります。というわけで撃破アタッカー、あるいは弱点を撃破することで味方の超撃破を発動しやすくしてくれるといった感じのキャラですね。もう下のパーティー編成見ても調和開拓者ルアン・レイサで組んでますからね、思いっきり撃破キャラです。ランハが SP あんまり使わないとかであればレイサを採用したいので、レイサを引くかどうか悩んでる方もランハの性能は注目したいです。どうなんですかね、知恵の撃破アタッカー、やっぱり虚構女児で活躍してもらう感じになるのかな。はい、続きましてストーリー更新、開拓クエスト幕愛が解放されます。バナーク非道、仁義なき戦い。ピノコニーにある折り紙大学に入学し、青春と学園生活を謳歌するという内容らしいです。ナノカや炭鉱と同級生になって学園生活を送れるということで楽しそうですけどね。スタレ毎回ね平和ですとか何も起こりませんとか言って、大体事件起こりますので、今回もなんかあるんじゃないかなと思います。もう PV でもすでに不穏な感じしかありませんでしたからね、ランハがどう絡んでくるのか、どういうキャラクターなのかっていうところも、この辺りから分かりそうです。あと我らがブートヒルもおそらく出てくれるみたいですからね、この男出てくると大体面白いので楽しみです。また折り紙大学を舞台とした学園祭のイベントが開催されます。これがバージョン 2.6 一番でかいイベントですね。ランハと一緒に音楽を作るという内容らしいので、いろいろ突っ込みどころがあるんですけども、こちらをプレイすることによってイベント限定公演水を入手、さらにいつも通りであれば貫突することが可能です。まだ詳しい性能は判明していませんが、壊滅なの意外ですね。今までの限定イベント公演水ってそのバージョンに実装されるキャラクターに適した、運命、適した相性の公演水が多かったんですが、今回ね知恵のランハとは関係なく壊滅となっています。何にせよしっかりイベントプレイして入手しておきたいです。でイベント公演水に関して朗報があります。
なんとヘルタショップで今までのイベント限定公演水を交換可能になりました。まあ、しかももちろん土地素材も交換可能です。ついに来ましたね。結構ねイベント公演水全部優秀で、初めてのクエストの前には、まあ、ペラとかに装備してもいいですし、銀狼はもちろん必殺技の回しやすさが劇的に向上するので、結構オンリーワン感未だに強いんですよね。で北条のももちろん、代用公演水として強いですし、調和のやつもロビンの星4公演水の中では最適クラスとなっていますので、ロビン引いたけどいい公演水がないっていう方はここで交換するのもありですね。いやこれは新規勢復帰勢の方にとってかなり嬉しい変更ではないでしょうか。ただこれ一個注意点があって、交換するためにあのヘルタチケットみたいなやつ、とあるアイオンとかと交換できるチケットと同じものを使用します。まあ消費量は半分になっていて、入手に4枚で貫突のためにまた4枚なので、結構良心的ですね。はい、続いて、まあ、今回のバージョンちょっとやること少ないのかなと思っていたんですが、こういうタイミングでがっつり新コンテンツを実装してくれます。宇宙の郊外などに続いて模擬宇宙の3回目の拡張孵化地域が実装されます。今回の模擬宇宙もかなり手が込んでいます。戦闘ルールというか、まあ、キャラクター強化システムみたいな部分が大幅に変更されるようです。コンポーネント、セクターというふうにスロットが分かれていて、それぞれに能力をはめることでキャラを強化したり戦闘を有利に進めることができます。よくわからんという方も多いと思いますが、安心してください、僕もあんまり分かってません。まあ、特徴的なのがセプターを合成することでより上位のセプターを作れるという点でしょうか。これは今での祝福にもなかった点ですね。序盤のうちはセプターを集めて、中盤後半では合成を駆使することで理想の組み合わせを目指すというのが面白そうです。まあこの模擬宇宙の拡張は1回目も2回目もボリュームすごかったですし、ちゃんと読もうとするととんでもないテキスト量なので、 2.6 のうちはそうそうやることなくならないかなと思います。はい、そしてバージョン 2.6 でもいつものやつやってくれます。まあ、花の2倍ボーナスだったり、オーナメントの2倍ボーナス、さらに1週間ログインすることによって10連分の限定ガチャチケットが配布されます。いつもありがとう。はい、というわけで今回の動画は以上になります。いや 2.6 もね楽しみだし、復刻内容とかもすごかったんですが、やっぱり 2.7 気になっちゃうよな。サンデー実装、まあ、さらにあのキャラクターも実装ということで、非常にガチャ難しいです。ちょっとこれはね、今のうちに 2.6、2.7 どのキャラクターを引くかというのは考えておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、一応ですね、この 2.7 実装キャラクターの2人に関する動画も先ほど投稿したので、気になる方はこちらも見てほしいと思います。また 2.6 も 2.7 もキャラクター解説など動画を投稿していきますので、見に来てもらえると非常に嬉しいです。今回の動画が参考になったと思ってくれた方いましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。